召し上がりいただいていらっしゃいますでしょうか。獺祭フラー with ライスミルクは皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ダンデ新曲ダンサンル帝国編を象徴します。美味しい一品となっています。獺祭の原材料であります山田錦の米粉から生まれましたライスミルクをソースのようにかけています。そして皆川由紀さんのテーマカラーであります赤をクランベリーソースであしらった一品となっております。ぜひこちらもゆっくりとお召し上がりいただければと思います。またオリジナルカクテル獺祭ベアポリンチェこちらもお召し上がりいただけましたでしょうか。ダンデの永遠の女性をモチーフにしましたオリジナルカクテルでございます。獺祭にカルピス、レモンジュースにベルローズなどを加えた大変風味豊かなオリジナルカクテルとなっております。見てるだけでも大変可愛らしく、そして飲んでとってもハッピーな気分になれるようなそんな美味しい素敵なカクテルでございます。そちらも合わせてお召し上がりくださいませ。また本日は31階にも稲川さんの作品をたくさん展示してございます。ダンデ新曲帝国編に関する作品展示となっております。ぜひご覧くださいませ。また稲川さんがホテルの客室を丸ごとペインティングしました天女の部屋を本日だけ特別公開しております。天女の部屋本日だけ特別に公開してございます。ぜひお立ち寄りくださいませ。また会場には至る所